はい、では本日ですね、この動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。レックの税理士講座特別ガイナンスという形で、この10分間ですね、という時間を取らせていただきましてですね、皆さんに税理士講座ここから勉強していく税理士ですね、勉強していただく皆さんのレックの税理士というふうな、これ宣伝でありますけども、全体的に税理士講座、税理士ですね、試験をどのように攻略していけばいいかというところの入り口ですね、入り口のご説明、ちょっとした情報をご提供できればと思って、特別ガイダンスですね、10分間で、ねちょっと、ガイダンスをさせていただきます。担当は私レック専任講師村上正道です。よろしくお願いいたします。さて、その10分間ですね、ちょっとこんな、タイトルでさせていただきますが、合理的な勉強方法があるんですね。超合理的母材横断学習法というふうな形がございまして、ちょっと画面を見ていただいて、どんなものがあるかというふうなところを見ていただいて、ちょっと力になれれば嬉しいかなと思っております。さあ、レックというのはどういうふうな形でやっているかというと、税理士講座ですね、入り口言ってますけどね、入り口って何かというと、税理士税法科目と会計科目というものに分かれていまして、その入り口、母材横断という簿記論と財務諸表論と呼ばれる2科目に絞ったところ、一応入り口という形で、まずこれですね、会計に関するところを攻略してから税法に行こう。これなんですけどもですね、今から初めて税理試験勉強される方ですね、これを一応これどこでも一応指示はご案内をさせていただくところだと思いますけど、どこの会社でもですね、どの税理士講座でも同じような形ですけど、入り口は会計系になってるんですね。ここがもちろん何の難易度もちょっと低めで、ここから攻略して他の足がかりをしていこうというのが定番のところです。なので、ここは会計のところをやっていくよというところをちょっとお話していきますが、じゃあ簿記論と財務諸表論って何だというところなんですが、これ簡単な話で、財務諸表論というのはですね、これ決算書という意味合いなんですね、決算書を書いていきましょう。で、簿記論というのは帳簿記入の略でありまして、これ、簿記ですね、帳簿記入の略で、その帳簿の一個ずつの書き方、そして計算ですねを勉強していくよというところ。一方、財務諸表論、決算書ですね、決算書というのを一個ずつ作成、これ面白いですよ。税理士やろうかな、どうしようかなって迷っている方はぜひですね、税理士に飛び込んでいただきたいなと思います。本当にね、二小簿記検定とも全然違いまして、決算書本当に一から作っていきます。一から作っていくというふうな形でやっていける、計算楽しいところでありますので、ぜひぜひ楽しんでいただければと。本当にこれ終わったらですね、一から私もそうですけど、決算書作ってます。で、税務署に提出とかしたりとかねしてますしね、それに加えて理論を勉強していくというところなんですが、かぶってるところもあるのかな、でも理論はこっちがやるしやらないしというふうな形なんですが、レックはですね、母材横断講義というふうな形で、これ特殊なんですけどもですね、他社さんはですね、他社さんはとあんまり言ったらダメですけど、他のところではねあるかもしれませんが、簿記論、財務諸表論という科目が、2つあるので、これをパックにしてセットですね、セットで、同時に勉強できますよというところなんですが、もうこれ言っちゃうと、同時に勉強できるどころか、同じ講師が同じ一つの時間の枠内で理論と会計を説明していく。具体的にはどんな風な形かというと、基本的に、他社さんの時、言ってしまいますけどね、他社さんに言ってしまいます。簿記論、計算3時間で、財表 1.5 時間とか、理論 1.5 時間で分ける先生もいますし、ここ理論2時間一気に取られる先生も、財表の理論少なく説明する先生もいらっしゃいますね。これはいろいろというふうな形で、ざっくり言うと2科目、この上下で2科目やっていくっていうところを、レックはこうです。簿記論、財務諸表論、計算2時間、簿記計算理論1時間というふうな形で、もう一塊にしてしまってるんですね。なんでこんなことをするのかと、2つの別々の科目でしょというふうな形なんですが、実はですね、この簿財が改革しちゃいました。そうなんです、このちょっと10年の中の改革なんですね。それは会計の今この10年の歴史が背景にあるんです。従来はですね、簿記と財表別々のもので、まずこんな形でした。簿記論をクリアしてくださいねと、これくでもご案内してた、そうです、私はちょっと10年前いなかったね、もう15年以上前ですね、簿記論から、財表に行っていってくださいねというふうな形でご案内していたそうです。なんでかと言いますとですね、従来は簿記っていうのは、さっきも言いましたが帳簿記入のことなんですね。帳
簿記入略して簿記なんてかな、いう形なんですが、ここで勉強するのは記帳のテクニック、どのような帳簿を作っていくか、二書簿記にちょっと触れられた方ですね、帳簿のとこの商品、有高帳商品の数がいくらあるのかとかいう帳簿、を作っていったりとか、いろいろあったりとか、そういうところのね、書き方のテクニックとか、あとね、こんなんもあるんですね。関税理士のとこで計算のパズルを解いていって答えを数値理解して、出していきましょうなんていう問題が出てきたんで、まあこれをテクニックとして勉強していく。全然別ですよ。今度は理論です。理論のところ、はい、財務諸表論ですね。理論は学者の世界です。そこは会計概念の理解をしていったりとか、あの原則っていうのがあるんですね。会計の原則を一個ずつ一個ずつ暗記していこうというふうな形で、これでも、これ分けて勉強した方が、まあ、全然違うものですからね、分けて勉強した方がいい。なんでかというと、日々の帳簿記入で現場のところを勉強していってですね、で、まあ、ここのところしっかりと計算できるようになってから、その背景はどういうものか、背景というわけですね、そのまあ、知識を使って、まあ、全然別物ではあるんですけど、会計理論を研究していこうというふうな形、こう学者の世界と現場の世界が実は別々に分かれていたよと、これ喧嘩とかしてたんですけど、昔ね、あのとかもあったんですが、はい、で現場が強かったりとかね、昔は知ってたんですけど、しかしですね、大きな変革が起こりました。何かというと、会計世界、国際化が起きたんですね。現在どうなってるかというと、会計は世界全体の統一ルールを作ろうとします。それにこうなんですね、赤が青を支配する、そう理論が現場を支配するよ、みたいな感じですね、はい、という世界になってる。日本はどんな形になっていくと、概念フレームワークというのを2004年7月に公表しました。まあまあ年月とかでも、これ10年ちょっと前ですね、どんな風になったかというと、会計の概念の枠組みを規定しました。実はですね、これが決まる前まで、資産負債っていうのは正式にこうですっていう風な、例えばね、会計の概念であります資産負債っていうのがねあるんですけどね、その資産負債というものはこうですっていう風なところは、実はですね、ここまで来てなかったんですね。まあ、学者の先生の正しい考え方、いろんな先生の考え方があって、まあ、いろんな代表的なものとかを勉強してたんですね。ですが、枠組みを規定されて、もう日常の会計も全部新しい理論に従っていくということで、会計理論がもう簿記にも財表にも全部つながるようになってしまったんです。だから簿記は理屈ありきなんです。テクニック、昔はテクニックいっぱいでした。ですが、今はちゃんと分かってるというふうな理解を確かめる。こういうふうな理論を分かってる、理屈分かってる、世界全体にこういう共通理屈があるんですよ。そこのところの理屈からこういう計算するんですよね。分かってますよね、みたいなところだったりとか、こっちが財表の方では計算の比重が高まってます。その比重が難しくなるんですね。なんでかっていうと、この計算ができたら理屈も分かってるって確かめられますよね、みたいな。理屈の理解を計算によって確認される。じゃあ、分かりますか？どんな授業がいいですかと言われたら、母材横断、例えばバラバラに勉強するのではなく、同じ先生、しつこいですね、同じ先生が一つの講義の中で、一つの中でこうやって喋っていくというのが一番理想的じゃないですかというところですね。さあ持って帰ってください、これ一つ持って帰ってくださいね。ここから新しく勉強される方は母材横断というふうな形で勉強していただきたいんです。何かというと、例えばですね、理論を、まあ、村上の授業なんですけど、理屈を紹介してですね、そこに基づく計算とか伝統的なテクニックも教えていきますが、そこからですね、理論まずありきです。そこから計算を話して、で、それに加えて会計の説明をしていく、で、計算を復習していく、で、最終的には簿記論と財表に分かれて攻略をしていくんですが、このような形で連動させて、はい、行きましょう。簿財横断をやってるんです。合理的に勉強するなら、やはり簿財横断。あ、でもですね、そんな景色って他ではしてないですよね。はい。これ何かというとね、簿財横断はね、理論と計算の両方に強い講師が必要だったりとか、教材の内容とか教えるノウハウまで全部書き換えないとダメなんですよね。これしんどいですね。じゃあ、なんでレックではできるか。実はですね、レック、これなんでできるかと言いますと、通信講座がメインなんですね。基本的に少数の講師プラス大勢の本部スタッフがいるという形で、通信ですね、今芸能界で出てる、はい、先生今でしょの先生とかイメージしてくださったらいいんですが、そういう中心的な先生、加えて大勢の本部のスタッフがいるという形で、講座の大規模な変革が可能になってます。例えば恥ずかしいですね、村上先生、レック専任講師、私です。私は、はい、予備校講師で会計を大学で勉強して、会計系コンサルになっているというふうな形でありますので、実はですね、会計理論を中心とした現代会計の解説、自分で書いてて恥ずかしいですね、解説ができる講師であります。で、はい、
例えばですね、このような形で、講座を行っていくので、これ講座のサンプルですね。サンプルというふうな形。こうやってね、お話していくんですけど、図を使います。理論なんですけどね、いっぱい図を使って、パワーポイントですね、使って喋ったりとか、こういうふうな形、アニメーションですね、こうやって数字をこう動かしたりとか、数字じゃない、言葉を動かしたりとかして、効率のいい勉強を根本から理解してもらいながらやっていただくという授業。それをもう心がけてやっております。レックゼ、母材横断ですね。それが、はい、本当に。力つくというところで、はい、まずですね、レックンのところなんというよりも、全体的に税理士ここから勉強されるから持って帰ってください。まずいいですか、母材横断で勉強すると非常に効率があります。それを考えた講義が、はい、レックンの母材横断講座、よしよろしければ一緒に会計力、これぐんぐん向上していきますからね。知識の、どんどん能力つけていくというふうなところで、会計力ですね、向上してみませんかというところで、あと小声出てきますね、通信主体なんで実はめちゃくちゃリーズナブルです。ということで、はい、10分間ですね、あっという間の話ですが、ご清聴誠にありがとうございました。ぜひですね、ちょっと面白いなと思ったら、村上、模擬授業とかやってますね。そういうのをね、DVD とか、YouTube とかで、見ていただいて、また確認していただければ本当にありがたいです。ということで、10分、ちょっとオーバーですね、してしまいましたが、こんな形で終わりたいと思います。皆様、お疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。